自分の試合ができたかなと思います。人多いなって感じですけど、もう多すぎてもう違いが分からないですね。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想を聞かせてください。山口から来て、会社だったりいろんなスポンサーだったり仲間の期待とか、家族にいっぱい迷惑もかけてると思うんで、いろんなものを背負ってきたんで、今大舞台で勝ててほっとします。ありがとうございます。実際に今回対戦した、新井傑選手ですが、対戦前の印象と、戦って違ったところあったら教えてください。やっぱり、でも組んだ感じ、なんか体幹強かったなって感じですけど、得意のアームロックとかはパンチとかは警戒してたんですけど、そこはうまくかいくぐって自分の試合ができたかなと思います。ありがとうございます。あと今回は4万人の大観衆ということで、どうでしたか、リングから見た観客席は。いやもう人多いなって感じですけど、もう多すぎてもう違いが分からないですね。ありがとうございます。それでは今回見事な勝利で終わりました。今後の目標展望というのもぜひ教えてください。やっぱりまだ負け越してると思うんで、次戦も勝って勝ち越して、一個ずつ勝っていけたらいいなと思います。中央アジアの3人、ノジモフ、ダウトベック、シェイドライフ、その3人の中で真島選手的には誰が一番強いと思ってますか。ちょっと名前と顔が一致しないんですけど、武田選手とやった選手めっちゃ強だなと思いました。じゃあそのあたりとやってみたいなっていう気持ちは。そうです、ちょっと組んでみたいなと思いますね。